言うこと聞かないと、ママ特製のサーモンサプライズとチョコレートケーキはお預けだ。これじゃダメなんだ。マックスはどうするんだい？マックスはずっといるの？そうだったな。まずいぞ。戻せない？戻させて、あ、戻させてくれた。優しい。パパね、最新のパソコンを買うんだ。お疲れ様です。ブービンです。フラッシュは平気だったかい？なんとね、写真見つめてたら過去に戻った。今回もライフイズストレンジやっていきましょう。ねえ、マックス。はい、同様でね、挨拶が変になりましたけど、大丈夫？こっからですね。ちょっと、多分。はい、大丈夫じゃないぞと。全然大丈夫じゃない。だって過去に戻ってるしね。いや、もともと過去に戻ってるんだけどね。家族アルバムに保存ということで。どうなってるの？ところで、おじさんがいる。そうだね、新交通事故で亡くなったはずのおじさんだよね。おじさんというかお父さんか、クロエの。フランスではクレープって。18歳の私が13歳の自分の中に。これどうするんだろう。お父さんを助けるのかな。じゃあ卵を割ります。じゃあ話しようか。とても幸せで屈託のないクロエ、私が買えない限りもう二度と。疑ってるのか。自分の家族みたいに大好きだったおじさん、今日死なせるわけにはいかない。絶対に。そのために戻ってきたのかな。やっぱりメモ。おばさんはおじさんを本当に愛している。読んでみましょうか。ラッキーなあなたへ昇進おめでとう。ツーホエールズのワッフル1週間分でお祝いよ。あー、そういうことね。昇進したんだ。昇進した直後のお話なんだね。なるほどなるほど。昇進したと。そういえばこんなの読んでたね。でもこの日を境に、この日を境に読まなくなった雑誌。あー、ダブステップって書いてある。ダブステップの音楽好きなんですよね、私なんですけど、まあそれはどうでもいいと。散らかった書類。こんなに散らかして。ああ、一緒にいろんな絵を描いて楽しかった。あ、待って、それちょい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 、これ戻せる。今戻せるわ。ジョイス、クロエたちと朝ごはんを作ってたとこさ。ツーホエールズで雇って。これあれじゃない、迎えに来てって内容じゃない。ああ、買い物ね。もちろんこっち行けない。モカにありつけるかもしれないしね。すぐ行くよ。ここまずいんじゃない？おじさんを車に乗せたら、また。セーブマートまで女王陛下を迎えに行くことになった。平民の食料をたくさん買い込んだみたいなのでね。バカみたい。それがパパのいいところさ。これ、行動見るか。鍵はどこに行った？汚い言葉1ドル罰金。罰金じゃなくて大学資金な。素敵なスノードーム。あ、大学資金にするんだ。へえ、待って。鍵の場所があるんだったら鍵を取っちゃうんじゃない？取っちゃう。今日迎えに行けねえよみたいな。発見、こんなところにいたのか。なるほどね、オッケーです。鍵を閉めといてくれ。もうバツマークついてるしね、ダメってことだろうね。どう未来が変わるかもう見ものだね。ママはいくつ使うか。まず電話ってダメかな。そうだね。じゃあなんか、ツーホエールズダイナーに電話しておばさんに警告できる。電話番号さえあれば。なるほど。そうだ、電話線を抜けばおじさんは電話を取れないよね。確かに。何が正解なんだろう。なんかいくつか分岐がありそうだから。よし、これはまず回収したいね。これは回収したい。ただツーホエールズへ電話が、あ、鍵を隠すってある。これでいいでしょ。まずはツーホエールズへの、忘れてた。あ、灯台だ。灯台。電話も知っときたいんだが、どうすればいける。もしもし。ジョイス、クロエは漫画好きだった。ああ、この紙、これがあれなんだ。散らかってたやつも。こんなに散らかして。そうだね、一緒にいろんな絵を描いて楽しかった。ああ、買い物ね。もちろん。ツーホエールズの、DVD。 すぐ行くよ。懐かしい、夜一緒に映画を見た。この後鍵を探すのはわかる。女王陛下を迎えに行くことになった。平民の食料をたくさん買い込んだみたいなのでね。バカみたい。それがパパの。なんだ今の音は。くそ、鍵はどこに行った。汚い言葉1ドル罰金。うちはこういう家族写真撮ったことないな。
なるほど。罰金じゃなくて大学資金な。大学資金になると。今 PC の音鳴っちゃいましたね。探すよね。見つかっちゃうか。あ、ツーホイールダイナー、ここに。前にも見たのを覚えている。ああ、ちなみにお父さんこの後どうする？鍵はどこにいった？もう1ドル罰金。そうだね、隠したから。それはそれはどうにでもなる。あ、ダメだ。いつか役立つと思ったよ。でもどうしてここに？ダメだ、戻せない。あとワインの試飲会はダメだぞ。あ、戻せない。言うこと聞かないと。ママ特製のサーモンサプライズとチョコレートケーキはお預けだ。これじゃダメなんだ。マックスはどうするんだい？マックスはずっといるの？そうだったな。まずいぞ、戻せない。戻さして、あ、戻させてくれた、優しい。とにかく電話を、電話線抜くのがいいのか。卵はいくつ使うんだ？持ってても今のであれだよね、そうだね、プルルルルってなっちゃうから。まさかシェフを疑ってるのか？マード、本当にシェフのつもりなの？鍵を投げる。ママがいない時はね。オッケー、これはかなりでかいでしょう。これならないんじゃない？気づく？気づかないんじゃない？確かにここに置いたのに、うん、結構変わるんじゃない？鍵を応答せよ。まったく、もう二度とあの店で買わないぞ。あれがね、音鳴るようなやつね。バス停はすぐそこだし。確かに確かにね、明暗だ。そうだよ、車乗んなければ。そうそう、バスはいいですよ。15分おきに来るし、おじさんとおばさんと買い物袋を乗せる場所もいっぱいあるし。確かに車乗せないように頑張ってんな。もうそのつもりだよ。ではバス停に行こう。ジョイスに怒られなきゃいいが。これでも死ぬんか、もしかして。今日のマックス絶対おかしい。大丈夫？クロエやったよ。大成功だよ。どうなるんだ。なんかデスクトップの方から音鳴ってるな。なんでイヤホンから音鳴らないんだろう。さっきまでイヤホンから鳴ってくれたのに。ん？歴史が変わる？歴史が変わったか？バスで行ったら生きてるから。あ、なんか誕生日に車買ってもらってる感じの絵だ。すいませんね、音がなんか、デスクトップじゃなくて、イヤホンじゃなくて、なんていうの？ディスプレイから鳴っちゃった。あ、今こっちから鳴ってんのに。なんだろう？なんで今の瞬間だけディスプレイから音鳴ったんだ？未来が変わりましたかね。ちょっと、ちゃんと聞いてる、マクシン。え？ LA の友達は、今、マックシーンって呼んだ。ごめんごめん、マックスって呼ぶ約束だよね。なんか変わりすぎてわけわかんなくなってるか。後であれ渡すからさ。仲良くなってる。何ぼーっとしてんの？なんか様子が変だよ。みんなと仲良く喋ってる。やっぱりボルテックスに入れたの間違いだったな。コートニーは誰も入れたくないんでしょ。そんなこと言ってないし。もう内容がぶっ飛びすぎちゃって。おい、ステラと付き合ってるの？あ、そういう感じになったのね。未来が変わったか。そんな、何もかもめちゃくちゃだ。他には何が変わったの？クロエは？さっき音がね、イヤホンから流れなかったせいでね、だいぶね、集中力が途切れちゃったけど、何が起きたかちゃんと見てなかったな。あ、デイビッド。あ、お父さんが生きてたから、ジョイスと結婚してないんか。あ、よかった。このシーンはちゃんとイヤホンから流れてて。なんでだ？なんでさっきの写真555のシーンは、555のシーンは、イヤホンからじゃなかったな。イヤホンから流れないとちゃんと音取ってくんないですよね。うん。
なんでだろう。クロエどうなっちゃったんだ。なんか車を買ってもらったっていうのはあったね。あ、なんか鳥がすごいっすね。虫みたいに見えたぞ。クロエでも学校にいなかったよね、少なくても。なんかすごい中途半端なタイミングに戻されたから、なんだろう、未来が変わった、変わりすぎちゃったのか。一人が死んでるから、ん、普通は一人のお父さんが死んでる未来が変わったから。ん、クジラ、え、何あれ、何かが海に横たわってる。あ、超常現象的なのは収まってないんか。うわ、クジラや。やっぱやばいな。どこまでも、どこに戻ったんだ。そのさっきまでなんだっけ、クロエ、ちょっと前はクロエの写真をまずもらいました。で、誰だっけ、入れ墨野郎の家を調べました。そしたら、行方不明になったことを、その入れ墨野郎が付き合ってることが分かりました。で、それでクロエが誰も信じられねえみたいな感じになりました。で、写真見つめてたら5年前に戻りました。で、お父さんを車に乗せない未来にしました。で、今か。うん、ちょっと整理できてきたぞ。うん、でもだからって話だよね。え、なんで、なんでディスプレイから聞こえるんだ。ちょっと待って、多分これでおじさんの声入るんじゃないかな。これで入んなかったらちょっと困りますけど。どうだ、マックスじゃないか。あ、よかった、入った。一体いつシアトルから帰ってきたんだい。まあそうなりますわね。またこうやって君に会えるとは思わなかったよ。あのクロエは今どこに。クロエは君とはずっと会いたがってた。ほう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 、よかった、クロエと会えるぞ。お客さんだよ。ふう、クロエはじゃあ髪の毛とか、マジ、なんで、なんで、なんで、言葉を失っちゃった。これチャプター終わりかな。まさかあれか、タイムリープ系よくあるあるの、誰かが死なない未来になった代わりに誰かが死ぬみたいな、とある人を守ったらみたいな、よくあるやつだけど。まさかおじさん守る代わりにクロエがってこと。マジかよ。エンディングスキップさせていただきました。はい、じゃあ早速チャプター終わった時のね、皆様結構楽しみにしてるだろうパーセンテージの確認の時間です。はい、先ほど音声とかが変になったりとかして、再起動を入れたりして本編からちょっとそれちゃってね、雰囲気壊しちゃって申し訳なかったです。まあ気を取り直してね、最後このパーセンテージ見て終わろうと思います。はい、まずお金を盗んだか盗まなかったか。はい、53% で盗まなかった。意外と半々ですね。で、次にクロエとキスしたか。あ、割とキスしてますね。特に海外の方もプレイしてるようなゲームですので、割とキスは挨拶でもありますし、するんじゃないですか。しかもなんて言うんですか、そのしてみろよっていう感じだったんで、まあ、割とする意見は多いかなって思います。で、あ、デイビッドに味方した。あー、これ味方した人少ないんですね。なるほどね。あ、よかった。今右上見てるんですけど、フランクの犬に怪我をさせなかったってことで、やっぱ道路にやっちゃうと怪我させちゃうんですね。よかったよかった。まあ、死ぬことはないんだね。でもね、よかったよかった。デイビッドの銃はクロエが持っている。これでも選択肢も何もないような気がするんだけど、いつの間にか銃クロエが持ってたんですけどね。何かするとフランクが持つことになるんですかね。
前取られたやつを新しく取ったって流れだったと思うんですけど、よくわかんないですね、これ。次ですね。なんかロードしてる。あ、サナギだ。これじゃないわ。これサナギに戻してるから、こうだ。はいはいはい。リサは生きている。リサは死んでしまった。ごめんなさい。1個目から心当たりがない。で、2番目が、ウォーレンの成績を書き換えなかった。書き換えなんてフェーズあったか？ウォーレンのは持ったけど。で、パーティーの名簿に、名前を書いたかどうか。パーティーの名簿に名前を書いた。どうだったっけ？書いた気がするね。あれだよね。そのパーティー、参加する、服のドレスコードだっけ？ドレスコードあるけど、どうみたいな話の時かな？かな？で、名簿に他の人の名前を消さなかった。あ、これも見てないですね。見てないから消してないですね。で、留守電を消したかどうか。あ、消しました。これは消しましたね。で、アリッサを助けたどうかも助けた。ホームレスの女性に警告をしなかった？意外と見てないね。意外と見てないね。で、過去に戻ったところは、過去に戻った時に写真を撮らなかった。撮るっていう選択肢があるん？あー、注意不足だな、これも。で、暖炉に、印？これも見てないな。これ見てないから、なんか、選択してないっていうのは嫌だな。嫌なんですけど、私がちょっとヌーブだったということでお許しください。というわけで、パーセンテージ見てきましたが、なんか、前回のサナギと比べて、なんか、全然、なんか知らないことが多すぎる。ああ、次はもっと、次のチャプター以降はもっと、ちゃんと、こういう細かい要素ね、チェックできるように頑張ります。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。ムービンでした。はい、次回に続きます。バイバイ。